新潟アルビレックス BC が先週本格始動しました。悲願のリーグ優勝に向けて、動き出したチームを今シーズンから指揮するのが高津慎吾選手兼任監督です。来月15日の開幕に向け、高津さん、あの決め球をもじった抱負も語ってくれました。リーグ開幕を来月に控え、先週からチームの合同練習が始まった新潟アルビレックス BC。 みんなで元気出して力を合わせて今シーズン乗り切っていきましょう。元気出して頑張ってください。よろしく。チームを指揮するのは今シーズンから監督を兼任する高津慎吾選手兼任監督です。この日はランニングで体をほぐした後、自らノックを打つなど選手を指導しました。はい、ナイス。新生アルビ BC の飛躍に向け大きな期待を背負った高津選手兼任監督、単独インタビューを行い今シーズンの意気込みを聞きました。もちろん食べ物とかお酒とかも美味しいですし、人のもあったかい人が多いので僕はすごく気に入ってますね。新潟にやってきて1年、すっかり新潟にも慣れたという高津さん。しかし現役にこだわり続けてきた高津さんにとって、監督就任の打診に対する答えは簡単には出せなかったといいます。若い選手でこれから伸び盛りの大事な時期を迎える選手ですから、ばかりですから、それを選手と監督と両方一遍にっていうふうに考えると、その監督業っていうのが彼らにとってすごく無責任な立場にあってはあるような気がして。それでも最終的に引き受けたのは野球への熱い思いからでした。プレーヤー以外の部分での野球を勉強するチャンスがあると、しかもそういう選手としても契約してくれるということだったので。指導者としての高津さんに選手たちも大きな期待を抱いています。もう見てるだけでも勉強になりますし、でいるだけでも刺激になる方なんで、技術だったり気持ちの持ち方だったり、またそういう全体の動きっていうのをちょっと学びたいなと思うので、すごい楽しみです。はい、気さくに話しかけてくれますし、そのコミュニケーションっていう部分ですごい接しやすい。 NPB、メジャー、アジアとこれまで数多くのチームでプレーしてきた高津さんが新潟で目指すチーム作りは、僕はピッチャーですし、やっぱり投手を中心とした守り勝つという野球が、現代の野球には一番合っていると思いますし、去年3人の先発投手が巨人などにスカウトされ戦力ダウンが心配されましたが、今シーズンは新たに5人の投手が入団、自信を感じています。できなかった BC リーグのチャンピオンになることが一番の目標だと思います。一方で選手兼監督の高津さんに期待することといえば、代打俺ならぬリーグ俺なんていうこうシーンを期待されてるのかなって思うんですが、そうですね、当然選手の一人なので、そういうこともあると思います。最後に今シーズンの意気込みを色紙に書いてもらいました。進化です。進化、あれ今気づきました。すいません、今気づきました。自分もそうですけれども、若い選手にもっともっとこう成長してほしいと、野球人として人として成長してほしいという思いを込めて、やっぱりじゃあ今シーズンも進化を使って進化していくと。うまいことまとまったね。ね、進化で進化、高津選手の決め球も選手兼任監督ということは期待していいわけですけれども、監督としての手腕がやっぱり期待されますよね。そうですね、やっぱりあの高津さんがどのような野球を見せてくれるかということに非常に期待できると思います。
最大のファンサービスは勝ちをプレゼントすることと力強い言葉も聞かせてくれました。 BC リーグの開幕は来月15日です。以上、スポーツでした。